軸不正は分子が不正中心を持たないが、キラリティ軸を有するキラリティの特別な形式の一つである。軸不正はアリールマイナスアリール結合の回転が制限されているアトロプ異性、ビアリール化合物において最もよく見られる。軸不正化合物の共造異性体は通常 RA 及び s と表される。この命名は正四面体系不正中心で使われるものと、 同じカーンインゴルドプレローグ順位則に基づき、さらに不正軸に沿って見た場合に、手前側にある地換器は奥側にある地換器よりも順位が高いという規則が加わる。不正軸を真横から見た時の2つの近い地換器と2つの遠い地換器の順位が決められる。R および S 配置は軸に沿って分子を見た時の軸に付加した地換器の優先順位によって決定される。 構造の軸が、螺旋、プロペラあるいはスクリュー型の配置を有しているため、この性質は、ヘリシティとも呼ばれる。P あるいはデルタは、右巻き螺旋を示し、M あるいはラムダは、左巻き螺旋を示す。P、M あるいは、デルタ、ラムダという用語は、ヘキサヘリ線といった実際に螺旋に似た分子に対して、特に使用される。また、前と、 後のカーン・インゴルド・プレローグ順位速の螺旋方向を考えることによって軸不正を有する、その他の構造に対しても適用することができる。P ヘリシティ・ M ヘリシティ・ヘプタヘリ線の立体配置。ありがとうございます。